今回も図鑑を埋める素晴らしい案を考えているぞペル君。メタモンガチャですね。え、なんでわかったの？図鑑を埋める手段がまだあるとしたらメタモンガチャが候補に上がりますし、主さんがサバンナの島に行った時点でもう確信に変わりましたよ。今回主さんがやるのはメタモンガチャですね。その通りだー。ということでペル君に全て見透かされたところでメタモンガチャをやっていこうか。このチャンネルでメタモンガチャをやるのは結構久しぶりですね。おさらいしておくと、メタモンガチャとはピクセルモン特有の要素で、メタモン同士の間に生まれた卵から孵化するポケモンはランダムになるというシステムです。まあ要するにメタモンの卵からポケラッキーが出てくると考えればいいかな。まあそういう考えになりますね。そのメタモンガチャで今回は図鑑を埋めていこうという作戦ですね。今まで行ったポケラッキーやミラクル交換よりも、もしかしたら新しいポケモンが出やすいっていうこともあるかもしれないからね。あわよくば今回でポケモン図鑑完成することを目標に頑張っていこうか。おっと、もしかしたら今回で最終回になるのかもしれませんね。まず最初はこの最強便利アイテムで島を拡張。もう前回から見てくれている人は見慣れたもんでしょ。一瞬で島が大きくなっています。メタモンを探しがてらまだゲットしていないポケモンがいるか調査しよう。こういうところでポケモン図鑑を埋めることができればプラスになりますよね。でも周りにいるポケモンほとんどが見覚えのあるポケモンなんだよな。うおうおう、メタモン発見。今までポケラッキーでもミラクル交換でもメタモンは出てきていませんでしたからね。ここで主さん一つ図鑑が埋まりました。今回の企画をやるにはもう一人のメタモンが必要だ。というわけで調査を続け発見しました二人目のメタモン。これでポケモン側の準備はオッケー。次はアイテムだ。ピクセルモンの育て屋的役割を持つのがこのランチブロックというアイテム。育て屋のおじいさんを召喚できるとかそういうアイテムじゃないです。このマシンにポケモンを預け、卵ができたらこのマシンが管理してくれます。ポケモン孵化をするということで私が自動的に走れるシステムを作ろうじゃないか。動く床を使おうというわけですね。この滑りやすい氷塊ブロックの上に、この動く床を設置していきます。エンドレスにここを一周できるようにね。主さん強制ランニングマシンが出来上がろうとしています。よし、こんな感じだろう。この矢印ブロックを踏めばもうあとはひたすら自動で走ることができる。科学の力ってすげー。おお、主さんがものすごい勢いで走っています。これなら卵もびっくりしてすぐ孵化するでしょうね。待って、これずっとやってると気持ち悪くなるやつだ。一旦出させて。出れないんだけどどうしよう。ジャンクと街道操作しているのに全然言うこと聞かなくなっちゃった。誰か助けてー。主さんこのままだと臨界状態に入っておろろろろろろぶっ放してしまいます。なんかすごい言い回ししてるけど要するに気持ち悪くなるってことだ。やややややや、まさかこんな脱出できないほどのものだとは思わなかった。全自動の便利システムかと思いきや、まさかのプレイヤーを脱出できなくする地獄のシステムでしたね。え、もしかしてこのまま脱出できずに終わり？このまま一生走り続けて図鑑も完成できずに終わり？あ、ちょっと待って、検証したいことあったんだった。え？ランニングシューズで素早さを上げたら、全自動で走るスピードも上がるの。こんな時によく実験なんてできますね。さあ果たして結果はどうかな？あ、これ全然変わってないな。でもその実験をしたところで今の状態じゃメタモンを預けることすらできませんよ。あ、そうだった。え、本当にこれで終わり？ここまで積み上げてきたものは何だったの？こんなところで終わってたまるかー。おっと、主さんが息を吹き返した。空を飛べるポケモンに乗れば脱出できるんじゃないか。で、ムクホークも巻き込まれてるー。主さん鬼ごっこしてないで早くムクホークに乗ってくださいよ。乗れたぞペル君、飛べー。よっしゃー。おめでとうございます、主さんついに脱出できましたね。何やってんだ。ということでランチブロックをここに置きます。それで右クリックして、メタモン二人をここに預けます。これであとは卵ができるのを待てばいいというわけですね。ということで卵ができました。この卵を持って走りまくれば卵が生まれるというわけ。生まれやすくなるように手持ちにはブーバーを入れました。ブーバーの特性は炎の体ですからね。孵化がしやすくなりますね。で、主さんこれ脱出できます？大丈夫、さっきのムクホークでやり方は掴んだから。でもペル君これ結構重大な問題に気づいたわ。どうしたんですか？早く動きすぎてランチブロックが確認できない。おっと、それはとても大きな問題ですね。今できてましたよね？いや、もう何週も前からトライしてたんだよ。さっき確認できたのは奇跡に等しい。便利システムかと思いきや欠陥だらけのようです。ということで生まれました。最初はマシェイド。ちなみにメタモンガチャで生まれてくるポケモンは進化した状態でも生まれてきます。伝説のポケモンが生まれてくる可能性もありますからね。伝説のポケモンの図鑑があんまり埋まってないからどんどん生まれてきてほしいところ。一人のメタモンこのシステムに巻き込まれてるな。
というわけでまず手持ち分生まれました。レベル1の進化系ポケモン。まだ進化レベルに達していないのに進化している原因はこれだと考えましょう。セブーバーの特性炎の体じゃないんかい。まさかの別の特性でしたね。それじゃあ手持ちポケモンをブーバーにこだわるの意味ないじゃん。なんか結局外周普通に走った方がいい気がしてきたな。せっかくあのシステム作ったけど、あら失敗作だったわ。それなら外周を便利な感じにしようじゃないか。全自動とはいかないものの、かなり便利にはなると思う。外周の四つ角に動く床を置いて、自動的に主さんを方向転換させようという作戦ですね。それなら私はずっと前進をしていればいいもんだから、方向転換の手間がなくなる。さあメタモンの卵が来た。このまま私は前に突き進む要領で走ればいい。あ。主さんこの動く床、主さんの方向は変えてくれないようですね。なんだよまた欠陥システムじゃないか。いやさらに図鑑を効率よく埋める方法を思いついたわ。おっとまた主さんが何か考えついたようです。メタモンをもう一人ゲットして、もう一つランチブロックを作る。それで進化前のポケモンが登録されていないポケモンとメタモンを預ける。これをメタモンガチャと同時進行でやればいいんだよ。確かにそれはいい考えですね。かなり効率がいいですよそれは。進化前のポケモンの卵で確実に図鑑を埋めつつ、メタモンガチャで新しいポケモンが生まれてくるのを狙う。完璧だー。ここにもう一つランチブロック。ここはメタモンと進化後のポケモンを預ける場所。まず最初はベロベルト。ベロベルトはゲットしていますが、進化前のベロリンガはまだゲットできていませんね。この調子でどんどん図鑑を埋めていくぞ。ちなみにこのメタモン孵化をやる前の図鑑登録数は660。この数がどれぐらいまで伸びるか。見てペル君、今回ヤバくない。伝説級のポケモンが3体も出てきてるじゃないですか。こりゃメタモンガチャ大当たりだな。またペル君問題が発生したよ。今度はどうしたというんです。走りまくるからその分お腹が減るのも早いんだ。あ、それは重大な問題ですね。定期的に食事を取らないといけないのが結構ネックなんだよね。その問題を解決してくれるすごい装備があるのでそれを装着しよう。あ、いたいた、あのポケモンが目当てなんだよ。ゾロアークは夜の平原に出てくるポケモン。そう、この闇の石が欲しかったんだよ。ちなみにこういう石系の EMC は元から付与されているわけじゃないんですよね。だからペル君こういう石系にも EMC をつけておいてくれよな。了解しました。それでこの闇の石をまな板で増やす。そしてこの石で装備を作る。ピクセルモンでは石系で装備ができるんですよね。手主さん雷の石の装備着てましたね。雷の石の装備の副効果は採掘速度上昇。そしてこの闇の石の副効果は満腹。つまり空腹ゲージが減らないということ。どんだけ走ってもダメージを受けても主さんの空腹ゲージが減ることはないんですよね。闇の石装備が石系の装備の中でも群を抜いて高性能な装備な気がする。はっきり言ってチート装備。頑張ればサバイバルでも普通に作れちゃいますけどね。ランニングシューズよりもスピードは落ちちゃうけど、それでも移動速度 50% 上昇の効果もついてるからね。まったくなんちゅう装備なんだ。ということでほぼ完璧の状態になったんじゃないかな。あとはひたすら走り続けましょう主さん。ペル君の言う通りひたすら走り続けた結果、図鑑の数が686まで増えました。やはりメタモンガチャにプラスしてもう一つのメタモン孵化を追加したのが良かったですね。もう少し続けていくか。いや結構な数のメタモン孵化したぞ。正確な数は数えてないけど、だいたい100ぐらい孵化したんじゃないですかね。それぐらい孵化して最初の660からどれぐらい図鑑が埋まったか。それじゃあ今回の成果を確認してみよう。704。ついに700の大台に乗りましたか。ここまで来ると図鑑完成が結構見えてきたぞ。まさか本当にピクセルモンで図鑑完成の時が来るのか。ここのゾーンでまだ埋まっていないのはククリントラフレシアとウィンディかな。いずれも石系で進化するポケモンですね。石系で進化するポケモンに手をつければ、さらに図鑑が埋まっていきますね。それでここだよ。アッポーリキーの進化前も埋まってないじゃん。こう見ると主さんの見落としが結構ありますね。カイリキーとゴローニャはいずれも通信交換進化だからな。絶賛ボッチピクセルモナーの主さんはポケラッキーかミラクル交換か。メタモンガチャでこういう通信交換系のポケモンを引き当てるしかないですね。もしかしたらこういうポケモンに地獄を見せられるかもな。最後に残るのがカイリキーだったりして。ああ、想像するだけで恐ろしい。見てここ、全員埋まってるよ。そういうゾーンも出てきたんですね。これが全てのページになるといいんだけどね。ということで今回はメタモンガチャでした。さあ次は主さんどのような手段でポケモン図鑑を埋めるのでしょうか。そういえば伝説のポケモンがあんまり出てきてないなー。